なかなか英語が上達しない。本当に今の勉強方法で大丈夫ですか？インタートーマスなら結果を実感できるメソッドがあります。それがカーチ式音読トレーニング。インタートーマスの数あるメソッドの中で英語の4技能を総合的に高めることができるトレーニングです。レッスンでは1分間程度の文章を徹底的に聞き、徹底的に音読していきます。それでは実際の授業で小学生の英語力が上達していく姿を見てみましょう。では加圧式音読トレーニングを始めましょう。聞いてできる単語、聞ける単語を書いてね。 Okay. In Britain, two men recently turned 110 years old. They share the record for the oldest living men in Britain. One man lives in Scotland and the other lives in southern England. So they called one another to celebrate. どうだった？難しさ的に。なんかすごい早かった。早かった。まあそうだよね。難しかった。まあでも練習していくうちにだんだん読めるようになって理解もできるから。はい、今度は実際文字を読みながらたくさん音読していこうか。 In Britain, two men recently turned 110 years old. レッスンの最初に早すぎて聞き取れなかった英語が最後にはゆっくり聞こえるようになる効果があります。このようなやり方が身につくと学校の教科書等もすべて暗唱できるようになりますから、読む力、聞く力、話す力、結果として書く力までもが向上します。授業開始から40分後、確かな変化が見られました。 In Britain, two men recently turned 110 years old. They share the record for the oldest living men in Britain. One man lives in Scotland. All right. 最初に比べてどれくらい聞けて、どれくらいもっと書けるようになったかね。Okay, I'm gonna begin. In Britain, two men recently turned 110 years old. They share the record for the oldest living men in Britain. One man lives in Scotland and the other lives in southern England. So they called one another to celebrate. お、結構書いたね。どうだった？最初より多く聞き取れるようになりました。本当？おお、よかったよかった。聞き取れるのは最初に比べて。増えた。あ、増えた。おお、よかったよかった。短時間に集中していろいろな音読の仕方、スピードで読むことで脳に刺激を与え、一気に英語の能力は高まります。音読では左脳と右脳の両方をハイスピードでスイッチさせることで脳の前頭前野が発達すると言われています。前頭前野は人間のやる気、意思決定力を司る器官ですから、英語の勉強をしながらあらゆるモチベーションが高まるのだと思います。練習してたらなんかスラスラって読めるようになって、なんか読むのが楽になった。最初は難しいなって思ってたけど、言える英語とかが増えたなっていうのを感じました。英語が大好きになりました。本当に聞ける、話せるようになる英語スクールインタートーマス。皆さんも一緒に体験してみませんか？